はい、皆さんこんばんは。本日はジャックローズを作りたいと思います。このカクテルはリンゴのブランデーとライムジュース、ザクロのシロップを加えた真紅のバラをイメージしたカクテルです。ジャックローズはアップルブランデーによるリンゴの香りと、ザクロのシロップによる甘み、そしてライムジュースの酸味の加わった甘くて飲みやすいカクテルです。それでは作っていきましょう。このカクテルはシェーカーを使います。まずライムジュースを15ミリ入れます。そしてザクロのシロップ、グレナデンシロップを15ミリ入れます。そしてベースのアップルブランデー、カルバドスを30ミリ入れます。そしてシェイクします。お待たせしました。ジャックローズです。